どうも、構図です。今回ですけども、秋元康の帯込みにしびれるということで、今村美月ちゃん、STU48 キャプテンだった今村美中ですが、ファースト写真集、月の1発売ということで、秋元康先生からの帯込めもということで、触れてます。美しい月は美月だからね、美しい月は確かにそこにある。ただ、正しい位置がわからない。だから誰もが舞を、空を見上げることになる。やってるね。もう、60過ぎてこのポエム書けるの、ちょっとマジで才能だと思う。マジ天才だと思う。やっぱね、作詞家ってね、ちょっとキザじゃなきゃできない職業だなとは思っている。まあ僕も何曲かさ、その、曲出してますけど、iTunes Music とかでね、構図とかで、まあ、Spotify でも LINE Music でも Amazon Music でも全部今配信してんだけど、こう、アーティスト名構図かなんかでググると全部出てきますからね、僕のプロデュース楽曲。俺が歌ってんのもあるし、プロに歌ってもらってるのもあるし、で、作詞は全部僕してるんですけど、いや、作詞ってむずいわ、っていう。やっぱこれぐらい、やっぱプロのね、作詞家さんはね、やっぱこれぐらい書けるんだな、みたいな。帯込めやっぱ天才的ですよね。秋元康先生の帯込め。毎回写真集発売のたびにね、楽しみですけど、甲斐ココアちゃんの帯込めとかどうなるんだろうね。岡部凛ちゃんの写真集の帯込めマジどうなるんだろうね。ちょっと想像つかないな。岡部凛は〇〇であるみたいな感じなのかな。いやー、ちょっと見てみたい、見てみたい。すごい気になる。サッシーの帯込めとかもなんだっけな。ちょっとコメントで教えてください。結構なんか秋元康帯込め集みたいなのおもろいかもね。需要あるかな。なんか帯込めランキングみたいなのやってもいいよな。どれが一番しびれるかっていう。これは秋元康先生最高ですねみたいなやつ。ね、いやこれも十分だよ。だって今村美月をどれだけのさ人がさ知ってるか分かんない。まあ、STU48 のファンの人はもちろん知ってるよ。で、まあ他の48ファンの人も、まあ、知ってる人もいるでしょう。まあ、知らない人もいるだろうけど、って考えたらさ、それぐらいの知名度のメンバーなわけじゃないですか。まあ、もともとスプラッシュっていうアイドルにいて、アイドルやってて、STU 入ったわけですけど、今村美月さんっていうのは。で、ね、写真集発売するまで出世したわけだから、大出世ですよ。ね、なんかサンフレッチェ広島の試合とかに出て、なんかイベントとかに出てくるアイドルになったんですよね。ま、元ね。そう。いやいや、それがね、写真集を出して秋元康に帯込め書いてもらうまでになったんだから、立派よね。何があるか分かんないよな。なんか STU とか、ね、別に視点グループもそうですけど、受かってさ、どういう人生になるかってさ、マジで分かんないね。こういうの見るとマジで分かんねえなと思う。だって、みちゅが、だって STU 僕最初から見てますけど、割合。今村美月さんがこう、写真集出すまでになるとは思っていなかったよ。滝の岩田あたりは分かる。石田千穂も分かる。まあ、石田千穂も叩き上げだったからね。後に人気出てきた側だ。自分の実力で這い上がってきた。だから逆にマイキューとか出せばいいのにな。マイキューとか出せばいいね。ね、ココアちゃんが出すとかもちょっとね。まあ、そういう年だもんな。何があるかわからないという話でした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。YouTube 向けに出た。1枚5秒でしたね。1枚5秒。だからその AKB よりはやっぱ単価高いっすね。
はい、6部終わりまして、今ね、4時45分ぐらい。いやー、15分、まあ20分から並んでるから、実際25分だけど、25分で、岡部蔵王という、結構並ぶ面の、終わらせて、ようやく私は帰路に着きます。動画撮れるんだって、すごい。お見送りです。すごい。俺顔出しできねえんだ俺。俺ナルタオチャンネルには負ける。あずき、当たった。てか入ったわ。2投目で入りました。誰で取るかは、取った後に、報告しますんで、お楽しみに。ステッカーもらった。いや、まだね、イベント中なんですけど、もう鬼の勢いで5周するっていう。いや、今日ね、一番楽しいオタ活かもしれない。今年一番楽しいオタ活かもしれない。はい。でも大満足っすね。めっちゃ高まってる。柳瀬玲矢ちゃんともお話できましたよ。なんだ、ルコックロティはランチで行ったよって言ってました。ディナーであれ知ってたら結構あれだなっていうのを動画で言ってたら、多分見てくれたっぽくて、なんかね、ツイッターでその動画投稿しましたってやつにいいね来てて、おっと思って、その話が今日できるぞと思いながら今日臨んだんですけど、いや、めちゃめちゃね、めちゃめちゃいい接触でした。で、ハーチとも話して、で、イブクルもその、なんだっけ、コーツアンダーグラウンドって YouTube やってますって言ったら、あ、生誕祭の動画上げてるみたいな。で、一日所長も上げてますって。まあ、それもちょっと一脇あり。で、その分、イブキちゃん、クルタン、ハーチの順だったんで、そのハーチとの接触が薄くなるというのがあったんですけど、でもハーチともね、なんか痩せま、だいぶ痩せましたねとか言われて、15キロ減っつって、ちょっと驚かれた。で、豊永さんとは、絶妙な距離感で、での接触。はい。で、矢野瀬玲矢ちゃんとはその話をして、で、エミリーが結構食いついてたのが超でかくて、エミリーがね、写真撮ってる方ですよね、みたいな。コウさん知ってますみたいな。マジかみたいな。いや、めっちゃ熱い。僕はエミリーの顔面が好きなんで、そう、ビジュアル一番好きなんで、そう、めっちゃ高まってしまった。そう。で、最後、ミクリンだったんで、で、ミクリンは、もう当然、知ってくれてるので、あれですけど、そう、あ、小津みたいな。知られてる対応をされ、